X 通信新に、炊飯器のテスト飛行ではありませんが、今後日本で開発された F3 戦闘機と、その新たに計画されている無人戦闘機での随伴テストを早く見たいですね。今回は、随伴機、無人戦闘機開発の今後を詳しく見ていきます。ちょっとイメージできるレベルまで開発されていますよ。2021年現在の日本では、航空自衛隊が運用する現行の F2 戦闘機を代替する新型機の開発計画、次期戦闘機、通称 F3 の開発を2035年前後に実現させるスケジュールを進めている状況にある。この次期戦闘機、F3 戦闘機開発計画では、日本がイニシアティブを取って進めていくことが打ち出されており、三菱重工業者が全体の取りまとめを行う主管企業に決定しており、この下に参加する各社が連なる形式となる。次期戦闘機 F3 戦闘機開発計画は、いわゆる第6世代戦闘機の開発を目指すものであり、第5世代戦闘機の開発も独自に行っていない日本は、アメリカのロッキード・マーチン社やイギリスのロールス・ロイス社の支援を仰ぐ方向でもある。こうした動きの中で、次期戦闘機 F3 戦闘機開発計画の中にも、それらによって完成される無人航空機も並行して開発されることが、2022年度の予算上へも盛り込まれることになり、日本独自の無人航空機開発にも注目が集まっている。かつては、現行の F-15J イーグルが搭載して離陸し、空中で切り離して行動に移る無人航空機が、全長 5.2 メートル、全幅 2.5 メートル、全高 1.6 メートルほどのサイズで、試作機の開発が伝えられていた。が、この進捗も気になる部分だ。この無人航空機用途は、主として偵察任務だとされていたが、次期戦闘機、F3 戦闘機開発計画と同時進行させる無人航空機波空対空並びに空対地攻撃能力を備える機体となる模様であり、使用目的には若干の相違が感じられる。防衛省が公表している令和3年度の事前の事業評価中の自立向上型戦闘支援無人機の機能性能及び運用上の効果に関する研究のイメージ図には、次期戦闘機 F3 戦闘機開発計画の中の無人航空機の概要が表現されている。そこにおける無人航空機のあり方は、現在世界でロイヤルウィングマンと呼称される機体に相当し、有人戦闘機の完成下で大まかには3種類の役割を状況によって担うことが構想期待されているように見える。まず無人航空機の一つ目の役割は、自国の領内に侵入してくる敵航空機の迎撃が挙げられ、完成する有人戦闘機の前方に展開して、その発見と排除を行うべく、空対空ミサイルによる攻撃を行うことが想定されている。したがって、ここで、この無人航空機に必須となる機能は、空対空ミサイルを実装可能なウェポンベイを備えることであり、これを行うための機体のサイズと、人工知能によるある程度の自律的な行動が可能である必要があるだろう。次の無人航空機の2つ目の役割としては、地上に展開する敵部隊への攻撃が挙げられ、1つ目と同様に、有人戦闘機の前方に展開し、空対地ミサイルもしくは、誘導爆弾等による、対地攻撃能力を保持することが想定されている。このため、これも、無人航空機のウェポンウェイに空対地ミサイルもしくは、誘導爆弾等を収容する必要があることは言うまでもなく、前述と同様に、これを満たす機体のサイズと、人工知能の搭載が必要だと考えられる。ただし、政治的には、日本の自衛隊には、専守防衛という大前提が課されていることもあり、そのまま空対地攻撃を可能な兵装を得ることは、
敵地攻撃能力の獲得に他ならないと、一部から批判の声が上がる可能性が大きい。したがって、ここのイメージ図では、尖閣諸島をはじめとするような日本の領土である南西諸島が、敵の地上侵攻を受け占領されており、それを排除し奪還するための空対地攻撃を行うことを意図したものだと見るべきなのだろう。ここのイメージ図に描かれた敵の地上部隊は、地対空もしくは地対艦ミサイルを装備しているようであり、有人戦闘機や日本の艦艇をそこに接近させるための梅雨払い的な攻撃を無人航空機に期待しているように映る。最後の無人航空機の三つ目の役割としては、洋上の敵艦艇を有人戦闘機の前方に展開してその発見を行い、その位置情報を有人戦闘機に連携してそこから搭載する空対艦ミサイルによって敵艦艇を攻撃すると想定されている。ここでは、一つ目の自国領内での敵航空機の迎撃、二つ目の占拠された離島上に展開する敵部隊への攻撃と異なり、無人航空機自身が攻撃を実施しない点がポイントであり、正確な偵察任務を遂行することに主眼が置かれている。これは、物理的に空対艦ミサイルを搭載可能なほどの大きさが、無人航空機に想定されていないことを表していると考えられ、空対空や空対地攻撃と違い、空対艦攻撃は有人戦闘機に任せるという役割分担ゆえの発想なのだろう。ちなみに現行の F2 戦闘機もスクランブル発進等の任務にも従事しているが、空対艦攻撃は他の F15J イーグルや F35 ライトニング2A 型ではなく、同機が担う最重要な任務であり、次期戦闘機 F3 戦闘機開発計画にも求められる部分だ。またこれまでの3つの役割以外にも、無人航空機は敵の空対空もしくは空対地ミサイルの囮となることが想定されており、当然のことながら人が乗務する有人戦闘機の生存性の向上に寄与することが期待されている。これまで見てきたような次期戦闘機 F3 戦闘機開発計画の中に含まれる無人航空機のあり方は、ロイヤルウィングマンと呼ばれる有人戦闘機を支援するタイプの機体だが、世界各国でも開発が進められている。特にアメリカは西側諸国の軍用機供給を代表する立場であることもあり、同様の用途にボーイング社とアーストラリア空軍とが開発中の ATS、エアーチーミングシステムなどが先行していることはよく知られている。ATS、エアーチーミングシステム用の機体は、全長 11.7 メートル、航続距離約 3700キロメートル以上とされており、すでに2020年5月に1機目の機体が完成しており、オーストラリア空軍が3機導入予定だ。またアメリカ本国では空軍と標的用航空機の製作を手掛けていたクラトス社がレカット計画を推進しており、こちらは低価格で消耗を前提とした無人航空機に主眼を置き、著名な XQ-58A バルキリーを開発している。XQ-58A バルキリーは、全長約 8.8 メートル、航続距離が 3900キロメートル以上とされており、計画の主目的にのっとって、1ロット100機以上の単位ならば、1機あたりは約 2.2 億円で製造可能とも言われ、費用対効果は驚異的だ。ただし、世界で最も実用化が早いとめされているのは、ロシアが SU-57 戦闘機に随伴させる機体として開発している S-70 オホートニクであり、2024年には早くも量産機が実戦配備を迎えるものと予想されている。
これら世界の無人航空機は、既存の第4世代、第5世代戦闘機と組み合わせた運用が想定されており、日本の次期戦闘機、F3 戦闘機開発計画の中に含まれる無人航空機も、こうした潮流に対応できるのかが注目される点だろう。個人的には、XQ-58A バルキリーの100機以上で、1機あたり約 2.2 億円という、コストは、現在の航空戦闘の費用対効果の観点を根本から覆す恐れがあるように思え、人的損耗がないとはいえ、消耗戦を促す点を懸念してしまう。